はい。はかまるチャンネル。こんにちは。こんにちは。今日は楽しい企画ですね。今日は楽しい企画ですね、はい、もう私たちに何のリスクもない、今日は企画です。しかも今思いついてね。そう、よしやろうってノリでなりました。そう、はい、いつもはね、俺らばっかりいろんなことをやって、まあ俺は勝ってっからいいけど、いや、まあ、袴田さんはもう連戦連敗中だから。本当ですよ、もうどんだけ罰ゲームさせられてることかね。え、その中でよ、はい、やっぱここまでやってきて、ファンの人もまあ袴田さんに厳しい意見あるじゃん。はい。その中でよ、じゃあファンの人たち、俺と袴田さんのことをもうそろそろ2年になるのに、はい、知ってますよねっていう、知ってくれてますよねっていう。そうですよね、まあ、それと、まあ、私たちのことをいつもこう楽しんでるだけじゃないですか、私たちのこのスタッフって、だからスタッフもさ、付き合い長いじゃん、だから俺らのことももちろん知ってるよなっていうね。そうですっていうところで、知ってるやろ、もちろんです。俺らのこと、はい、詳しいやろ。あ、そうです。結構一緒にいる時間多いもんね。はい、はい、じゃあということでよ、はい、今回の企画はこちらです。スタッフが俺と袴田さんのことどれだけ知ってるかクイズ。で、少なく答えた方が罰ゲーム、うん、はい。だ、罰ゲームは何にしようかな。これね、さっき考えてたんですけど、うん、私この間散々ミュージカルやったじゃないですか、うん、私と佐藤さんを褒めたたえるミュージカルしてもらうってどうですか。お、いいでちょっと面白くないですか、じゃあそれだね。あとはファンの皆さんも一緒に考えてほしいですね。そうですね、全部で10問です、はいはい、どちらが多く正解するのかっていうところでね、やっていきたいと思いますけども、はい、ここから席替えタイム、イエーイ。さあということで、はい、分かってるよ。え、楽勝っすよ、もちろんです。なあ、はい、じゃあ練習10問出すから、はい、10問正解したら俺らが罰ゲームしようよ。あ、いいですね、10問出して。ちょっと待ってください、10問出してパーフェクトってことですか。はい、2人は、いやでも絶対に考えれば分かる問題出す。そうそう、そんなの難しい。じゃあ話したことある問題出す、じゃあバチコイですね。第1問、じゃあ小川さんどうぞ。じゃあもう簡単なところからいきます。私の出身地は静岡県の何市でしょう。これは簡単や、知らんな。これは簡単やろ。何回も言ってますね。ちょっと待って、静岡知ってるよな。静岡が日本ということ知ってる。それはもちろん知ってます。静岡高校なのも知ってます。知ってます、そこも知ってます。静岡高校って何市にあるのって話ですよね。静岡の市、そんな頻度を出さなくていい。市材一つしかない。そんなの当たり前のことやろ。超簡単問題。そうでしょう、マジで、はい、できました。はい、せーの、じゃ、静岡市。正解です。よいしょ。むしろここしか知らない。ごめんなさい。浜松が書いてくれるかなと思って。出てこんかった、浜松が。ああ。言われている。出てくるわけないんだ。静岡市しか出てくれない。そうです。他の市が分かんないのか。分かんなかったです。なるほど。まあ1問目ですから。はい。はい、楽勝っすね。じゃあ2問目、はい。佐藤大智也、プロ野球、現役生活、何年でしょうか。はい、お願いします。浜松の正解言ったんで。16年。違います。正解は袴田さん。10年。ちなみに何年から何年ですか。99年から2014年で。なんであんだけドラフトのことやってんのに、なんで分かれへんの。もう終わりました。しかもお前だってドラフトのやつとか外国人のやつとか、あ、まあ2000年以降でもいいけど、俺は99年から入団だから、いつも99年からスタートしてるやん。そうだったな。6年はないよ、ごめんなさい。はい、じゃあ第3問、はい、私の血液型は何でしょう。これは簡単、すいません、ありがとうございます。こんなサービス問題いいんですか。そんなサービス問題だって4分の1やで。いや、そうです、そうです。え、でも本当にちゃんと分かってるよねっていうのを知りたい。そんなん楽勝っすよ。確認問題ですか。これ何回も喋ったんです。これごめんなさい。せーの、 A 型。そうだよな。正解は A 型です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そらそうですよ、こんな簡単簡単。まあね、A かもって言われるんですよね。そうだよな。A なんですよ。その話して、実は A だったんだよって話を僕しました。はい、ありがとうございます。これはやばい、これはやばい。あざます。じゃあ第4問、はい、佐藤崎の
一番好きなお昼ご飯は？お昼ご飯、はい、楽勝。あれなんだでも一番好きなお昼ご飯は晩ご飯だよ、お昼。早く早く、まだ？お昼ご飯簡単じゃん、そんな。せーの、じゃん。鍋焼きうどん。いや、うどん。鍋焼きじゃない、うどん。でも、それとんだんでこれですもんね、サツさん。いや、違いますよ、サツさんは違いますよ、この、この正解は、うどん。はい、正解、はいはいはい。まあ、それもまあ正解だね。いいですか、せーの、でも、うどんって言ってたっけ。大体お前、うどんしか言ってんやないか。鶴とんだんしか言ってないじゃん。じゃあ鍋焼きうどんアウトっすよ。そんな食うてへんし。でも俺うどんは食べへんからな。いろんなうどんするから。平等に。そうですね、はい、よしよしよし。今3対2、3対2、問題は第5問。袴田綾江の綾江を漢字で書きなさい。袴田から書いてもらった方がよかったんじゃん。あ、そうしましょうか。あ、じゃあ袴田へフルネームでお願いします。名前フルネームじゃん。はい、確かに。まあそれももう一度ごめんなさい、間違えちゃったんでね。僕は分かります。めっちゃ手震えてるっす。緊張して俺自信ないわ。嘘でしょ。めちゃくちゃ申し訳ないですけど自信ない。俺書く機会ないっすもん。でもテロップいつも出してるよね、頭に。そうよく見とけば分かるやつ。書かなかった。めちゃくちゃ目にしてますから、うん、見とけば分かるやつ。サーフないから。もちろんです、もちろんですよ。せーの、2人とも正解。よっしゃー、あぶねー、あぶねー。よかった。いや、袴田の袴っていう字を点でしょ、ね、念にしちゃう人いる、締め台にしちゃう人いるから。念にしてなかった。してない、してない。2本ありました。あと、あやえの絵は合うという字です、はい。じゃあ、第6問。里崎智也の戸籍上の漢字をフルネーム。もちろんです、もちろん。それ知らん。戸籍上の、逆に知ってたら怖いで。戸籍まで知っとんかってなるでな。これは付き合い長い。なんで俺の付き合いより長かったの。なんで知ってるの逆に。なんで、あ、逆になんで知らんの。僕、記憶が蘇ってきました。あの自信の目見て。名字だけでいいですよね。いや、だから名前もだよ。フルネームの。せーの、じゃん。正解。そう、誰じゃないんだ。初なんですね。そうそう、先ほど。俺も二十歳になるまで知らなかったけど。そうなんだ。じゃあ続いて7問目。7問目。あ、折り返し地点来たよ。じゃあちょっと、こっからはちょっと難しくなって、ちょっと考える問題にしようかな。では第7問。はい。私が好きな言葉は何でしょう。めっちゃ簡単じゃないですか。めっちゃ簡単っすね。やばい、簡単。せーの、はい、一期一会。正解。おはよう、おはよう。正解ことは時しないです。俺は頑張るしか。では第8問。じゃじゃん、はい、第8問。里崎チャンネルで里崎がポロシャツじゃない着るもので一番多いものは何。ついて、あの、あれですか、詳しく書かなかったんで。詳しくは書かなかった。書かなくていいですか。大体あれですよねって感じです。いや、あれですよ。今日もヤフーニュース載ってましたよ。でいいか。はい、せーの、じゃん。ゴルフウェア。ウド付きの長袖。残念。 T シャツやろお前。え、こっちも長ない。ゴルフウェアの、ゴルフウェアもあるな。俺青のあのゴルフウェアの、俺ソーチェックとかほぼ T シャツやろ家でやるとき。そうだ、あ、そっちの方か。そっちか。浜田さん何やと思いました。私普通にシャツだと思った。なんかワイシャツとか、ワイシャツとかだと思ってた。ワイシャツはないっすね。ワイシャツは佐々木チャンネルでありますよ。コラボとかにしたときにシャツ着るじゃないですか。あ、そっちかと思っちゃった。第9問。はい。私は結構いろんな習い事を今までしてきたんですが、2番目に長く続けたお稽古は何でしょうか。2番目に長く続いた稽古、ちなみに1番は何なんですか。つい言わないです。これは何でしょう。もう俺分かる。分かりました。どっちかの一つだけど、俺はこっち違うかと。大体なんか、まあ、私ね、お稽古
結構いろいろやってたんですけど。そうですよね。でもまあ主なものってね、3つぐらいなんです。これちなみに普段一緒にいるときに話ってしてますか？まあでも出たことは絶対あると思う。はい、せーの、バイオリン。バレー。正解はバイオリンです。よっしゃー、よっしゃー。ちなみに、はい、一番長くやったのはミュージカルです。そうですよね。ちなみにバレーってやってます？バレーはやってたんですけど、あの3歳から小学校3年生ぐらいまで、4年生長いですね。俺だってバイオリンかミュージカルで、多分バイオリンの方が2番目ちゃうかって俺も思った。初めてミュージカル話してる方が長いので。え、7対5。はい、終わっちゃいました。終わっちゃいました。あ、最初の問題って3点逆転じゃーん。ちょっと待て、ちょっと待て。よし、最後の問題3ポイント。3ポイントこの問題を。 OK、 いくよ。はい、お願いします。里崎智也が日本47都道府県でまだ行ったことないところ。これ話したな前。これ前話したぞ。いつしたんだっけ。なんかセカンドチャンネルのランチ動画とかでした気がするんだよな。これすべてかけよう。すべて、はい。あ、ちなみに何件あるかは言います。あと4つです。だから全部正解したら4ポイント。しかし4つのうち間違った答えを書いた場合はマイナス1ポイント。おお、面白い。面白いです。それ素晴らしい。ありがとうございます。もう僕が書けるだけ書かないといけないって感じですね。ちょっと待ってください。いや、書かないのはもうマイナスだからで、4つは絶対書かなきゃいけない。あ、4つは絶対書かないといけないです。そうそうそう。ああ、素晴らしい、ありがとうございます。で、書いたのやつ。あ、4つ書いた。まだ書いてない。書いた。4つは絶対書かないといけない。出てこない。4つ書いて全部間違ってたらマイナス4ポイントだからね。そうそうそう。ガチで。でも僕はちょっと自信あるのは2つあるので。おじゃあそうしたら2勝2勝だから0ポイントだね。そうしたらマイナス4ポイントって逆転だ。行ったことなさそうなところを書いてみればいい。うん、はい、もう目が自信ない時とある時がすぐ分かるんだよ。マスコミって全然自信ないですよ。本当に分かんないです、この問題だけは。分かるやろ、話聞いてたら俺の。いや私ね、1箇所しか出てこない。まだ最近行った都道府県やったらかけるんですけどね。通ったとかじゃないからね。そこにちゃんと降りて、降り立って何かをする、何かをしたっていう、うん、道で通ったとか、はい、電車に乗って通ったとか、そういうのもダメだよね。意外なところが引っ張ってる気がするんだよね。そう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 。なあ、あったよな。いや、出てたね、今。そうそう、持っていいやろ。僕、一個だけ多分近いところがあると思う。近いところ。意外と近いところでどういう意味。隣に。あ、と、そうです、都内から近いんですけど、えっていう話を多分したと思う。出ていったね、ここまで。え、都内そんな話したっけ。いや、から近いと思う。案外外を言いがちやけど、あれやろ、分からんから騙そうとしてる。そうですよね、そうですよね。そういう感じで、そういう探せ。気をつけました。はい、はい、じゃあ今2ポイント差あるんだよね。そうです、7 7-5。はい、じゃあ出してください。せーの、じゃん。佐賀県、青森県、新潟県、栃木県。はい、富山県、石川県、新潟県、山口県。石川は絶対ない。はい、嘘だけ言うとく。金沢のお寿司の話した。はい、そこは俺は覚えてます。金沢の駅前のお寿司屋さんの話しました。回転寿司が美味しいんですよ。しましたね。しました。どこが一番自信あるの。この富山と石川です。自信ある。はい、じゃあ僕は佐賀と新潟。自信ある。はい、いや佐賀は行ってたやろ。何で。え、でも佐賀って野球教室多いんよ。そうそうそう。え、なんか、ね、なんか多いんよ野球教室。正解発表しようか。はいはい、一個ずつ言ってもらっていいですか。一個ずつね。はい、私は青森だと思ってます。まず一つ目、はい、島根。あ、そっち行ったことない。山口じゃないのか。島根。山口見たところからまだ分かんないんですよ。だってよくなってる。そうですね。はい、続いて、はい、山が、あ、山形言ってた。山形だ。山形だ。そうだ。今マイナス2ポイントずつ。マイナス2ポイント。山形だ。さあ続いて、はい、青森。おお、1ポイント。うっ。
も勝ちや俺も、うん、そして佐賀県ほら見てほら見てはい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 見てください皆さん見てください、2つ合わせますよはいはいこれですよこれあざすなんでよあざす石川富山は北陸シリーズで行ってるからあそうなんですよ富山が野球あるの知ってたんで、うん、富山アルペンスタジアムとね、はい、石川そうなんですで新潟はバードオフでオールスターに行ってるからねあそうだそうだそうだで山口はオープン戦と野球教室で萩、うん、はい行ってますね野球教室行ってるんですよ、うん、だって俺試合に行った時山口行ってほぼ振ったもん石川のあれですよね、駅前の寿司屋の話しましたよね金沢そんな話したっけそんな話してないですよね金沢駅の前に寿司屋があるって話しました、はい、栃木で栃木なんて行ってるに決まってるやろそもそもどんだけ観光地あるの日光とかめちゃめちゃ悔しいですねいや簡単だよ7対1 1? マイナス4ポイントじゃあ罰ゲームやなはいあざっすあざっすすげえめっちゃなんだ俺らのことああまあすいませんでした勉強しときよじゃあやってじゃあミュージカルミュージカルで一発ギャグの方がいいんですけどミュージカル一発ギャグにしよう一発ギャグにしちゃいます、うん、それでもいい俺ら笑わなかったって笑うまで笑うまでちょっと待ってくださいねじゃあ一発ギャグマツケンサンバ俺俺トゥ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 オレセングラフ私すごい我慢してるのにすぐ笑うじゃんすぐ笑うじゃんこれ笑いマジできついきついよ、おもりは誰返しますから